こんにちは、かちゃんです。久しぶりにね、アイスの紹介したいと思います。こちらです。じゃじゃーん、ジョエル・ロブションのアイスを買いました。これね、東京の一部で最初発売されてたアイスクリームで、制作に力を入れてたっていうので、それでセブンイレブンで徐々に発売されてたみたいで、いつからあったか気づかなかったけど、たまたまね見つけて、僕食べたことなかったので、コンビニで気軽に買えたので、ぜひ食べてみたいと思います。ちなみに金額は300円プラス税です。ちょっと高めのアイスバーです。でね、最近僕アイスを食べる種類を変えたんですよ。ここの表記にアイスクリームって書いてあるじゃないですか。これがね、いいみたいなんですよね。スーパーカップとか安いアイスはここラクトアイスってなってて、人工的に作られた生クリームとかで作られてて、いろいろとね体に悪いそうなんですよ。アイスミルクっていうのも良くないみたいですね。アイスクリームが一番いいんですよ。だからね、アイスクリームって書いてあるアイスをね探してると、やっぱどれも高くて、やっぱ値段相応の価値があるんだなと思って、最近はなるべくアイスクリームを食べるようにしてます。最近ラクトアイスほとんど食べてません。こちらね、商品のラインが3種類ありました。チョコと何か果物を組み合わせたやつで、ちょっと何か忘れちゃったけど、僕ね、チョコとオレンジの組み合わせがめっちゃ好きなんですよ。わかりますか皆さん。チョコとオレンジ美味しくないですか？なんかチョコの中にオレンジピールが入ってるやつも美味しいし、スタバでちょっと前にあったさ、オレンジとチョコ、あれもすっごい美味しかったし、もう本当にオレンジとチョコっていう組み合わせがめっちゃ好きで、アイスもね、この種類だったので思わず買っちゃいました。この300円もする高級アイス食べたいと思います。じゃじゃん、ジョエル・ロブション。あー、アイスバーかわいい。アイスバーがかわいい。あ、落っことした。じゃじゃん、見て、アイスバーがとってもかわいいんですよ。ほら、いただきます。ん、まだ何も出てきてない。ん、アーモンドのすごい深みのあるチョコレートですね。甘すぎず大人めな味。見える？この黄色のやつ、これなんか果汁系だね。ちなみにもうオレンジ出てきた。やっぱりチョコとオレンジの組み合わせすっごく美味しい。パッと見ね、そこまで入ってないように見えるけど、程よく味がしますね。バランスよく。オレンジが入ってくるとすごく美味しい。このチョコのつぶつぶのところは何なんだろう。このチョコのつぶつぶがローストアーモンドみたいな感じの深みのあるアーモンドの香りがする原因だね。原因っていうか、ん？オレンジのアクセントが少し少ないかな。ほんと少ない量しか入ってないみたいですね。ん？本当に入ってない。ごちそうさまでした。まず一つ気になったことなんですけど、これイラストにさ、こんな感じで白いものとか赤いものとか、いろいろソースが入ってるイラストがあるんですけど、実際僕が食べた時の断面、たまたまかもしんないですけど、ソース一回も出てこなかったですね、僕が食べた時。そしてオレンジも全体の 1% ぐらいの量しか多分入ってないですね。多分僕が食べたやつは、このオレンジが4粒か5粒ぐらいしか多分入ってなかったと思います。3口分だけオレンジの香りを感じたので、本当に配合量が少ないと思います。大人な感じのチョコレートアイスバーで、どっちかっていうとアーモンドとチョコレートのアイスバーかなと感じました。香ばしい香りのアーモンドなので、そういった感じのね、渋い感じのアイスが好きな方はおすすめかもしれないですね。で、なんかこういう風にオレンジとかもあるんですけど、ほとんどオレンジはおまけぐらいですね。チョコレートもそこまで濃厚なチョコレートっていうわけではないですね。甘すぎずチョコレートって感じの味もしなかったと思います。まあこれはあくまで僕が食べた感想で、たまたまこれに入ってなかったのかもしんないですけど、イラストとか期待が高すぎたのか、ちょっとうーんって感じでしたね。でもね、このアイスはもともと東京の一部しか発売されてなかったものですし、このアイスがすごく好きっていうのが広まって、全国のセブンイレブンに並んだそうなので、このアイスのファンが結構いるということだと思うので、気になる方はね、ぜひ食べてみてもいいかと思います。ね、僕もね、一度は食べてみたかったからさ、気になってたので食べれてよかったです。まあね、皆さんもなるべくこの表記とかぜひ気にして選んでいただけると体のためにいいと思うので、余裕があればこういうところも軽くチェックしてみてもいいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。